アドビページメーカーとは、かつて、アドビシステムズの開発、販売していた DTP ソフト。当初アルダスによって開発されたが、バージョン5時にアドビシステムズによりアルダスごと、買収された。最終バージョンは7.02。1985年に最初のバージョンが発表され、当時唯一のウィジーウィグ環境であった、マッキントッシュによる DTP という市場を切り開いた。 DTP という概念自体、このアプリケーションを世に問うために、アルダス社社長、ポール・ブレイナードが考案したものである。ボックスを使わずに、紙面上の任意の場所に、文字や画像を配置することができるなど、直感的な操作性を特徴とする。また、パソコンによる DTP ソフトとしてはかなり初期の段階で、カラー対応を果たしている。1999年に Adobe システムズでは、 アルダスが開発していたインディスインを継続開発し、クワークエクスプレスに対抗する DTP ソフトとして販売を始めた。同社によるとデザイン要素の強いレイアウトワークには、インディスインをビジネスドキュメントには、ページメーカーを大量のマニュアルなどには、フレームメーカーをというように分類していたが、ページメーカーからインディスインへの移行を推進し、2005年には、 アドビストアではページメーカー7からインディスイン CES2 へのアップグレード版が販売された。ありがとうございます。